それではですね、アルキメデスのスクリュー、アルキメデスのネジのビデオ4を作っていきたいと思います。先ほどのね、テスラバルブ、これは、この水を入れてね、こういうふうに巻かれさせることによって水の性質が変わる、容体が変わると言いますかね、そういうその装置なんですけども、これとね関連してね、テスラのが前なんですけども、この人ね、オーストリーの、そのなんて言ったらいいのかな、その名前はそのベクトル、シュアウバーガーさんっていう方なんですけども、この人はそのルネサンス的な人なんですよね。マルチな人なんですよ。そうだけど、その自然観察に基づいて、文献学じゃないんですね。その光源学なんですよ。でその川を観察して、自然を観察して、水の流れを観察して、その治水をやった人なんですね。そうだから、その山から木を流す、ということの必要性から、あの水の流れっていうもの、そしてその川の流れっていうもの、その川っていう、その上水、その雨が降ったりすると増水したりして、そのどういうふうに、氾濫したりとか、どういうふうにその治水していいか、その水を収めていいか、ね、人類はずっと悩んできたんですけれども、でも彼はそれに答えを見出した人なんです。でその考え方っていうのが、さっきのテスラのね、テスラ バルブのやり方だったんですね。で彼がもう一つ気がついたことは、僕が素晴らしいなと思ったのはね、このアルキメデスのスクリューの形をした棒切れがね、落ちてたんですよ。たまたまね、その山を散策してる時に。そう、そしてその例えばツルカの植物だったり、そういうものが朽ち果てて、たまたまそのこういうね、螺旋状になった木がね、落ちてた。でそれが川にポタッと落ちたら、あの川蛇のように、蛇のようにね、水蛇というか、その上流に流れに逆らって、単なる棒切れがね、その螺旋状になった棒切れが上流にクククククッとこう登っていったのを彼は見たんですね。そうで、その治水を思いつくんですよ。すごいでしょ、一休さんみたいな人でしょ。OK、 anyway、 そのビクトル・シュアバーガーさんとその研究っていうのは、そのこのボーテックス・ウォーター、その渦を巻くウォーター、水ですね。でこれによってその水っていうものの性質が変わるっていうことに気がついていくんですね。その後研究してね、螺旋階段ですけれども、大事なことはその先が閉じてないということですね。シンギュラリティになってないということなんですよね。で見てほしいのが、これがヌッシマね、あの11月、去年21年の11月に撮影しました淡路島のヌッシマですね。国海伝説がある淡路島のヌシマのこう竜神様なんですけども、見ていただきたいのは、こう何かが回転してるのが分かるでしょ。ね、そう、そしてそのプロペラだけで飛んでるようにも見えるじゃないですか、何かね。でこの竜神様の飛び方が、そのスカイフィッシュ様、妖精だった頃から一貫して、このそのエーテルの流れをアルキメデスの、ネジ
の原理で飛んでらっしゃるっていうことが、まあ、この白玉様でわかるかなと思うんですね。でもう一つね、見てほしいのが、これがあの富士山の、龍神様のその映像なんですけれども、これは僕が撮影したんじゃなくて、たまたまその散策に来てた人で、僕もここにはよく行きますけれども、奥にはという場所なんですね、5合目にちょっと行く前ので、ここは龍神様がよく通られるんですよ。だからあの何度かね撮影させていただいてるんですけど、でこれはその方が撮った龍神様で、この方は気がついてないんですけど、まあ、当然ですけれどもね、まさかと思うと思うんですね、こんな形のものがあって。でもこれは龍神様族なんですね。で見ていただくと分かるんですけど、プロペラが飛んできてるようにね、プロペラだけでこう旋回してるようにね、思いません？まあ言ってみればね、ほら今風力発電あるじゃないですか、風力発電の大きな大きなプロペラがあるでしょ、ね、いろんなところに風力発電してるじゃないですか、この辺だったら豊橋だとかね、うん、いろんなとこ、まあ各都道府県にあると思うんですけど、でそのプロペラ自体が飛んできたみたいに見えません？もちろんその透明ですけど、そうプロペラだけで前に飛んでる感じ見ません？でこれはその21年かなの9月に僕が撮影したやつですけども、これはその羽ばたいてらっしゃるから、ちょっとまた流体でその回転させて飛んでらっしゃるんですけども、やっぱり流体に近いというかパドルロールに近い形の飛び方でも、やっぱりこう回してらっしゃるのかなとも言えるかもしれないですよね。パタパタしてらっしゃるでしょ。でその尻尾が長くて前の方にこうパタパタしてらっしゃる感じが分かりませんかね。うん、そうこういう形ね。で前にプロペラがついてる形ね、その翼というかこう回転させてる感じですよね。これもそのスローで撮って通常スピードよりも4分の1のスピードかけるの8分の1のスピードの音をしてるから、まあ24分の1ぐらいのスピードって考えていただいたらいいと思いますね。まあこのビデオはまあお見せしたことがあるので、いいと思います。いずれにしても自分が言いたいことは、まあそのこういうことですよね。そうサインウェーブをその横立体化させたら、ああいうその指数関数的なものがこうさこう横から見るとサインウェーブに見えるけれども、でもこれはそのアルキメデスのネジなんだということ。そして先ほどお話ししましたその水っていうものも、ね、溶水だとか濃水、脳の中の水だとか、あるいは子宮の中の水、溶水だったりするものは普通の水じゃないんだよってお話をしましたけども、今ストラクチャード構造水だとかね、ストラクチャードウォーターだとか、あるいはボーテックスウォーターだとかって言われて、でそのブランド名としてあるのはパイウォーターだとか、いろんなその単なる水道水がですね、この渦をこう巻くことによって回転させてこう渦巻きを通すことによってですね、渦巻き構造というか、それこそアルキメデスのネジのようなものをぐるぐる通すことによってものすごく活性化して、でそれを植物にあげたりすると植物がものすごく育つっていうことで、あのオーガニックのね、農家なんかではそういう水を植物に与えたりとかしてるということね、お話ししたと思います。まあこれがねちょっと言いたかったことですね駆け足でしたけれども、まあ龍神様はそのもちろん水の中も行けるし、うん、それからもちろんね、うん、空気中も飛ぶ。でそれは風がなくても飛べる。それはエーテルの流れの中をそのね、自分自身がこうその電極化するわけですよね。さっきお話ししました
いくつか前にお話ししました、その電子レンジの中のね、そのキャビティマグネトロン、あの原理で、その自分自身が、ね、陽極と陰極と、ね、になって、そのちょっとした流れ、エーテルの流れに、その垂直方向にすると推進力を生むということですよね。これを使ってらっしゃる。で、これはタタリアの文明ではストラクチャードウォーターもそのそれ自体でもエネルギーですから、 ですからそのスターフォートですね、その星型の、 あの要塞都市っていうものもそれで、それもちろん水が活性化してるし、そして一番その真ん中に銭湯を建てるわけですよね、スパイア、それがその仮想度になるわけです、陰極になるわけですよね。で、そこでこうエーテルのエネルギーがこう上がっていくというか、回転していく、増大していく、ということ。そしてそれをずっとその小さな水のトンネルでね、その各都市がつながっていくと、それぞれの倍音である周波数で共振していくわけですね。50キロとか100キロとかの規模で、都市ごとにその周波数がその倍音でなるように、そしてその適切なオーム、そうですね、抵抗をその水の水路でね、水道橋だったりとか小さな地中のトンネルだったりとかでつなぐことによって、まあそういうタタリアの文明だったんだよというお話を、まあ、いたしました。だから水っていうことまでは、で今その治水ということで来てるけれども、実はねエーテル自体で、そのエーテル自体のエネルギーを法隆寺でも取り入れてたということです。まあこの辺でやめときますね。ありがとうございました。